皆さんは戦前から戦後にかけてあらかんの愛称で親しまれた時代劇スター、嵐勘十郎さんをご存知でしょうか生前300本を超える映画に出演しており、プロデューサーとしても関わっていた経験を持ち、当時は知らない人はいないほどの人気ぶりでした。晩年は東映の人気映画やテレビドラマにも出演していたようです。 今回はそんな嵐勘十郎さんのプロフィールや出演作品などについて紹介します。嵐勘十郎さんは芸名で、本名は高橋照一さんと言います。2012年に亡くなった女優森光子さんがいとこにあたります。嵐さんは1902年12月8日、京都市に生まれ、 旅館経営をする祖母のもとに預けられることに。10歳の頃、家庭の方針でデッチ暴行、今でいう雑用をさせられるのですが、それはもう厳しい労働環境で、おかずはたくあん2枚、月給わずか1円、休日は月に1回だけという時期を過ごしており、嵐さんはあまりにひどくてさながら留置場のようだった。 と当時を振り返っていますそんな彼の数少ない楽しみの一つが、貴重な休日に映画を見に行くことでした。中でもチャップリンやキートンなどの喜劇映画が好きで、後に大ヒットするクラマテングやムッツリウモンの演技に生かされることになります。デッチの暮らしに見切りをつけた嵐さんは、 1921年に歌舞伎の世界へ足を踏み入れます。女型として舞台に立ち、デッチ時代よりも優雅な暮らしをしながら過ごしていましたが、やがて歌舞伎界の制度に不満を感じるようになり、4年後に改めて映画会社マキノプロダクションに入社することになります。そして2年後の1927年、 クラマテングイブン、格クベーで映画デビュー。黒の操縦ローズキンに黒門付きの着流しを身にまとったクラマテングは見事ヒットし、以降、嵐さんはテングのおじさんとして様々な世代から注目を集め、30年間で40本のクラマテングシリーズで主演を務めることになります。戦前のアラカンテングはというと、何よりも、 躍動感がすごかったと当時の視聴者は言います。剣で鮮やかな立ち回りを見せるチャンバラのシーン一つとっても、大勢に囲まれる中敵を迎え撃つのではなく、天狗自ら追いかけて切るという積極さは大胆で、自由奔放なスタイルとして人々を魅了したようです。また、シナリオそのものも、 あえて次回作へ持ち越す構成で、味方のピンチに馬を走らせるクラマテングで締めてスタッフロールが流れるというもので、観客は皆続編の上映日をまだかまだかと待ったものだといいます。嵐さんといえばクラマテングと並ぶ当たり役としてよく挙げられるのが、1929年に一作目が上映された右門物、ウモン鳥もの町。 一番手柄、南蛮幽霊で演じた、無口な同心、むっつり右門です。こちらも大人気で、25年にわたり、35本のシリーズで主演を務めました。元女型の経歴を生かし、その後も、出世対抗期、ドク路戦、海峡の風雲児など、多くの時代劇作品で活躍した嵐さん。その動きは実に優雅で、 どんなに激しく立ち回っても、決して裾が乱れることはなかったそうです。当時は、坂東つまさぶろうさん、片岡千恵蔵さんなどとともに、時代劇六大スターとして人気を博しました。戦後は時代劇以外の作品にも出演しており、中でも1957年に上映された、明治天皇と日露大戦争では、 日本の俳優で初めて天皇役を演じ、大きな注目を集めています。1965年からは、網走万が一シリーズにて、八人殺しの異名を持つ鬼虎役で出演しており、計9本のシリーズで登場しています。晩年の嵐さんは、テレビドラマでも活躍し、その存在感を見せつけました。 ところで嵐さん、時代劇ドラマ、新必殺仕置き人では、天狗の倉造というアラカンファン大喜びの役名でゲスト出演を果たしています。主役ポジションが当たり前だった時代劇六大スターにおいて最も起点が効く俳優で、多くの番組スタッフに愛されていたのがわかりますね。晩年は、 あの、徹子の部屋にゲスト出演したこともあり、当時はアラカンテングの演技について、頭巾から覗く目の演技が、目線量と大評判だったことに触れられています。嵐さんは、少し顔が長いおかげで、覆面がうまいこと役にはまったのでしょう、と、ジョークを交えながら、笑顔で答えたと言います。嵐勘十郎さんは、 1980年10月21日、77歳でこの世を去りました。しかし、亡くなる前年、脳血栓で倒れるまでの間にも、トラック野郎など多くの作品に出演し、死ぬまで役者という言葉の通り、最後まで俳優としての人生を全うしたのです。ここからは、 嵐勘十郎さんの私生活について紹介します。やはり気になるのは結婚歴についてですが、嵐さんは5回の結婚歴があることが判明しています。つまり少なくとも4回の離婚を経験しているのですが、彼はその度に自らの財産を元妻に渡していたと言います。当時大卒の初任給で、 43円という時代にもかかわらず、嵐さんの月給は800円だったとのこと。どれほどの稼ぎがあったのか、簡単に想像できますよね。嵐さんは今でいうイケメン俳優で、スターでもあるのですから、女性からのお誘いも多かったに違いありません。しかし本人はというと、金の使い道がないから、 女を買うことで消費したと話しており、恋愛事情や行為とは少し異なる考え方を持っていたようです。そんな中で婚姻関係になった女性がいるということは、彼女たちに対しては一人の男性として本気で向き合っていたのではないでしょうか。過去の奥さんがどんな方だったのか気になりますが、残念ながら、 詳細は不明です。もしかしたら一般女性だったのかもしれませんし、情報があまりにも古いため、ネット上では見つからないのかもしれませんね。奥さんの情報がわからない以上、嵐さんにお子さん、お孫さんがいたのかどうかについてもやはり不明ですが、いらっしゃるとしたら相当な美形でしょうね。 ところで近年、令和の若者の間で、アラカンという言葉が再び注目されているようです。アラカンとは言っても、現代においては、60歳前後の人を表す、アラウンド還暦を指すらしく、そちらの意味だと思い込んでいる人もいるかもしれません。きっかけは、2021年から2022年4月まで放送された、 NHK の朝ドラカムカムエヴリバディの第75話。本郷奏太さん演じる男性イガラシの名前が初めて明かされるシーンで。嵐は嵐勘十郎の嵐。つまり、荒勘の50倍だ。と名乗るセリフがあったのです。ツイッターでもアラカンの50倍がトレンド入りするなど、大変な話題になりました。 五ガラは時代劇が大好きなんだね。アラカンって今の子たちに通じるなどのコメントがあちこちで見られ。この機会に改めて嵐勘十郎さんについて調べ、興味を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか。アラカンを知らない世代の方たちも、この機会にぜひ、嵐勘十郎さんが出演した様々な作品に触れてみてほしいですね。 最後までご視聴いただき、ありがとうございました。